この博物館は伊都国歴史博物館という名前で、中国の古代史書魏志倭人伝に登場する伊都国の所在地であります、この糸島の地のですね、伊都国で出土した、出土品を展示している館になります。この館で、ね、展示してあるものは、伊都国王墓と言われています3つの王墓の出土品になっています。この博物館で皆さんにご覧いただきたいのは、平原遺跡で出土している内光家紋鏡という青銅の鏡です。この鏡は、現在日本で出土している青銅の鏡の中では日本一大きいと言われているもので、現在国宝に指定されているものです。この館では、そういった鏡類をはじめ、平原王墓、それから三雲南障子遺跡などで出土した、弥生時代の鏡を多数展示しております。これは伊都国王墓の一つである三雲南障子遺跡の亀棺の一つです。皆さんぜひ実際にこの亀棺をご覧になって、歴史のロマンに浸ってみてください。お待ちしております。